お前がそんなに不満なら出ていけばいいって言ってるんだよ。私が出ていく。さっきも言ったけど、この家は私の家でもあるのよ。そうだよ。でも実質、俺がこの家を維持してるだろ。だから全ての決定権は俺にある。母さんたちが住むって言ったら一緒に住むんだよ。私は頭が真っ白になり、しばらく言葉が出なかった。嫌なら離婚してさっさと出ていく。出ていかないなら俺たちの言うことをおとなしく聞け。修二が少し苛立った声で言うが、私はそのままゆっくりと立ち上がり、玄関の方を指さした。あなたの家はあっちにあるわよ。築60年のボロアパート。ちょうど空きがあるみたいよ。私の名前は美咲。旅行代理店で働く35歳の会社員だ。夫の修二とは結婚して4年になる。その日、私はいつものように仕事を終え、電車で家に帰ってきた。時刻はもう夕方6時過ぎ。日が短くなったせいで外はすっかり暗くなりかけている。玄関の前に着くと、いつもより多い靴が散乱しているのが目に入った。ん？何これ？夫の修士の靴があるのはわかる。でもそれ以外に 3,4 足ほど見覚えのない靴が並んでいる。しかも子供用の小さなスニーカーまで混ざっているのだ。瞬時に心臓が軽く跳ねた。まさかお母さん？冷や汗が背中を伝う。義母は近所に住んでいるが、何の連絡もなく家に来ることがたまにある。私は夫に事前に知らせてほしいと頼んでいたものの、修二はいつもああそうだなと適当に流すばかりで、結局連絡は来ないことが多い。やれやれ。小さなため息をついて玄関のドアを開けると、リビングから大きな笑い声が聞こえてきた。それはまさに義母のよし子の声だった。ただいま。小声で言いながら私は靴を脱ぎ、そっとリビングに向かう。ドアの向こう側からは義母だけではなく、さらに義妹の由美の声まで聞こえてくる。美咲さん、お帰りなさい。義妹は私がリビングに顔を出した途端、元気いっぱいの声で挨拶をしてきた。そこには義母と義妹、そして彼女の子供たちがソファーに座り、テレビを見ながらお菓子を食べている光景が広がっていた。あら、あんたやっと帰ってきたのね。仕事もほどほどにして、家のこともっとしっかりやらなきゃダメじゃないの？義母のよし子が鋭い視線を私に向けてくる。お母さん、いらっしゃいませ。今日はどうされたんですか？私は平静を装いながらも、心の中では何か嫌な予感がしていた。どうされたって、あんたね、これから一緒に住むんだから、そんな他人行儀な挨拶はいらないわよ。よし子はそう言ってにやりと笑う。え？一瞬頭の中が真っ白になった。一緒に住む。今何を言ったんだ？そんな話は夫から聞いたこともない。そうよ、修二から聞いてないの？今日からこの家にみんなで住むことになったのよ。義母の言葉に背中に冷たい汗が流れた。すぐに修二の顔を探す。彼はリビングの端でスマホをいじりながら、こちらをちらりと見てから笑った。ああ、お前は知らなかったんだっけ？今朝母さんたちと話して決めたんだよ。みんなで一緒に住むことになったんだ。修二は悪びれることなく言うと、私の隣に立って肩をポンと叩いた。いやいや、冗談でしょ？突然そんな。そう言いかけた私の言葉を修二が遮った。冗談じゃないさ。これからみんなで楽しく暮らすんだ。由美たちも苦しい生活をしてるんだし、助け合わないとな。それが家族ってもんだろ。え、でも。何か言い返そうとしたが言葉が出てこない。頭の中がぐるぐると混乱している。修二、お母さん、少し話せませんか？私は冷静を装いながら、なんとかその場を収めようと提案した。何を話すの？もう決まったことよ。義母が厳しい声で言う。あなたがこの家で何をしているか知らないけど、
嫁ならちゃんと家事を支えるのが当然でしょ。それに、あんたが家にお金を入れてるわけじゃないんだから、文句言う立場じゃないでしょう。一瞬、頭に血が昇った。私だってフルタイムで働いて家計を支えている。それなのに、まるで家の中で何もしていないかのように扱われていることが許せなかった。そんなことないです。私も働いてるんです。だからこういう大事なことは相談してほしかったんです。声が震えた。すると修二がめんどくさそうにため息をついていった。お前さ、そんな細かいことで怒るなよ。どうせ働いてるから家にはいないんだし、母さんたちと由美たちがいる方が家も賑やかになっていいだろう。それに俺が家族を助けたいんだから、お前に反対する権利なんてないだろ。反対する権利がない。私の心臓が一気に冷え込んだ。そんなことを言われるなんて夢にも思わなかった。言葉が出ない。今目の前にいるこの男が本当に私の夫なのか。結婚当初はこんなことを言う人じゃなかったのに。まったく、嫁が家族の大事な話に口出しするなんて、これだから働いてる女はね。義母は私を鋭く睨みながらさらに畳みかけるように言った。修二は私たち家族のために頑張ってるんだから、あなたももっと感謝しなさいよ。男は家族のために外で働いてお金を稼ぐもの。嫁はそれを支えるべきでしょ。その瞬間、怒りがふつふつと湧いてきた。今までは義母のこうした言葉に耐えてきたが、今日は違う。これ以上は我慢できない。お母さん、私は修二の家族じゃないんですか？私だってこの家の一員です。なのになぜ私に何も相談せずに勝手に決めるんですか？私は勇気を振り絞って義母に問いかけた。すると義母は一瞬驚いた表情を見せたが、すぐにその顔は冷たくなった。何言ってるの？あなたは嫁でしょ？この家の主は修二よ。そしてその修二の母親がここに住むことに何の問題があるの？義母の言葉に再び冷たい怒りがこみ上げてきた。彼女にとって私はただの嫁でしかないのだろうか。結婚してから何年も一緒に家計を支え、共に生活を築いてきた私の存在は、まるで無意味であるかのように扱われていたようだ。修二、この話、本当に今日決めたの？私は夫に向かって問いかけた。必死に冷静さを保とうとする自分の声が少し震えているのを感じた。そうだよ、今日の昼間に話して決めたんだ。母さんたちも年だし、由美だって今大変だろ。だからみんなでここに住む方がいいだろうってことでさ。修二はまるで当然のことを話しているかのような態度だった。でも、それなら私に相談するべきだったわよね。だってここは私たちの家よ。私の家でもあるのに、どうしてそんな大事なことを勝手に決めたの？私の声は次第に冷たく、鋭くなっていく。修二は面倒くさそうに肩をすくめる。お前、細かいことにこだわりすぎなんだよ。どうせお前は仕事ばかりで家にいないし、みんながここに住んだって別に困ることなんてないだろう。それに、俺が決めたんだから、それでいいんだよ。細かいこと？それはそんな些細な問題じゃないわよ、修二。家に勝手に他の人が住むなんて一大事でしょ。それに私はただの居候じゃないのよ。声が上がり、私自身が感情を抑えきれなくなってきたのがわかる。するとすかさず義母が口を挟んでくる。まったく、嫁のくせに家族の決定に反抗するなんて。あなた、修二のために尽くすべき立場なのに、こんなことで起こるなんて理解できないわ。昔の嫁は黙って家のことをして、夫やその家族を支えたものよ。義母の言葉はまるでナイフのように私の心を突き刺す。私はこんな扱いを受けるために結婚したんじゃない。
私だって一緒に家庭を築いている一員のはずなのに。そうよ、家族なんだから助け合わなきゃ。それとも美咲さんは私たちを家族だと思ってないの？義妹の由美まで口を挟んできた。彼女は子供たちを膝に乗せながら私を非難するようにじっと見ている。そうじゃないわよ。もちろん家族だと思ってる。でもそんな大事なことを一方的に決められるのは。そんなにお前が俺たちと一緒にいるのが嫌なら出ていけばいいんだよ。修士がまたもや冷たく言い放つ。私はその言葉に耳を疑った。え？目の前の修士の顔がまるで別人に見えた。お前がそんなに不満なら出ていけばいいって言ってるんだよ。この家は俺の家だからな。文句があるならお前が出ていくべきだろう。彼は軽く笑いながらまるで冗談のように言った。しかしその言葉の重みは私を深く傷つけた。私が出ていく？さっきも言ったけど、この家は私の家でもあるのよ。そうだよ。でも実質、俺がこの家を維持してるだろう。だから全ての決定権は俺にある。母さんたちが住むって言ったら一緒に住むんだよ。修士の言葉にはまるで私の存在がないかのようだ。義母も義妹も誰も私のことを考えていない。私は頭が真っ白になり、しばらく言葉が出なかった。嫌なら離婚してさっさと出ていく。出ていかないなら俺たちの言うことをおとなしく聞け。修士はそう言い切った。次第に怒りが冷静な思考に変わり、私はふっと笑ってしまった。何笑ってるんだよ。修士が少し苛立った声で言うが、私はそのままゆっくりと立ち上がり、玄関の方を指さした。あなたの家はあっちにあるわよ。築60年のボロアパート。ちょうど空きがあるみたいよ。私は冷静に指を指しながら言った。修士の顔が一瞬凍りつくのが見えた。え？何言ってんだよ。あなたの家はもうここじゃないって言ってるの。だってそもそもこの家は私の名義になっているもの。結婚前に私が購入した家だから、あなたの家じゃないの。私は淡々と言い続けた。修士は徐々に顔を曇らせ、焦り始める。いや、それは、俺もお前と一緒に生活費を払ってるし。生活費と家の名義は別よ。この家は私のもの。だから、あなたがここに勝手に誰かを住まわせるなんてありえないわ。もし本当にお母さんたちとユミたちを住まわせたいなら、まずは家賃を支払ってもらわないとね。義母と義妹の顔が一気に青ざめた。義母が苛立ちを隠しきれずに言い返す。なんてことを言うの。修士が家族を大事にしようとしているのに、あんたはそんな冷たいことを言うの。冷たい。それはこっちのセリフです。私に一切相談もせず勝手に住むことを決めて、それに義理の親だからって私の許可もなく家に住むのは非常識です。でも修士は家族なんだから。義妹の由美が震えた声で口を開いた。修士は確かに夫婦だし家族よ。でも家を誰が所有しているのかは別問題。あなたたちがここに住むつもりなら、まず私に許可を取るべきだったわね。それが家族としての礼儀よ。修士は何も言えず、ただ義母と義妹を見つめていた。義母が納得がいかないような表情を浮かべていたが、もはや反論できる言葉を見つけられないようだ。リビングは一瞬静まり返った。義母は私を睨みつけ、義妹も子供たちを静かに抱え込んでいた。修士はこれまで見せたことのないような焦りの色を浮かべ、目をそらしていた。
私は彼らがどんな言葉を発しても、それを受け入れるつもりはない。修士、私に出て行けって、言えるならもう一度言ってみなさいよ。私は穏やかな口調で言ったが、その裏には鋭い刃のような冷たい怒りが込められていた。修士は眉をしかめて私の顔をじっと見つめる。いや、俺の言葉はそういう意味じゃなくて、そういう意味だったでしょう。あなた、ここは俺の家だと言ったわよね。だから出て行くのは私だって。でもそれは違う。ここは私の家。私がこの家を買った。結婚前から私が所有していたの。名義もすべて私の名前。あなたはこの家の住人ではあるけど、オーナーじゃない。だから、あなたが誰かを住まわせる権利はないのよ。私は冷静に、しかしきっぱりと言い切った。修士は何度か口を開きかけたが、言葉が出ないようだった。義母がその様子を見て、急に口を開いた。修士、こんな女と結婚したのが間違いだったわね。でも、出ていくのはあんたじゃなくてこの嫁よ。こんな冷たい女、家族じゃないわ。義母は怒りに燃えた目で私を睨みつけ、声を張り上げた。私は義母に向き直り、彼女の目をまっすぐに見つめた。お母さん、私は修士と結婚したけど、私の人生は私のものです。そして、この家は私の家。あなたたちがここに住むことは許されません。それが納得できないなら、今すぐ出て行ってください。私の言葉に義母は一瞬戸惑ったようだったが、すぐに怒りが再燃した。何ですって？修士、あんたは何をしてるの？この嫁に何か言い返しなさいよ。義母は息子に詰め寄り、肩を叩いて促すが、修士はうつむいたまま何も言わない。母さん、もうやめようよ。修士がついに口を開いた。彼の声は小さく弱々しかった。何言ってるのよ、修士。あんた、母さんたちを追い出すっていうの？あんた、私たちのためにこの家に住まわせてくれるって言ったじゃない。どうせこの女の言っていることは全部嘘なんでしょ？義母の言葉が修士に突き刺さっているように見えたが、彼はそのまま首を振った。違うんだよ、母さん。ここは俺の家じゃないんだ。美咲の家なんだよ。その言葉に義母も義妹も目を見開いた。今まで強気だった彼らが一気に沈黙する様子はどこか滑稽にさえ感じた。美咲が言った通りだよ。俺がここで住めるのも美咲が許してくれてるからなんだ。修士の言葉に私は心の中で複雑な感情を抱いた。彼がようやく事実を認めたことに安堵しつつも、これまで私を無視して勝手に家族を優先させてきた彼の態度を簡単に許すつもりはなかった。義母はその場に立ち尽くし、義妹も黙り込んでいた。彼女たちの子供たちは状況が理解できないまま静かに母親のそばにくっついていた。ふざけないで。義母が再び声を上げた。あんた、母親を追い出すっていうの？由美たちも困ってるんだよ。修士、あんたは家族を見捨てるつもりなの？修士は苦々しい表情を浮かべていたが、もう何も言わなかった。私はため息をついて義母に向き直った。お母さん、申し訳ないですけど、この家は本当に私たち二人だけの生活の場なんです。あなたたちがここに住むことはできません。もし困ってるなら別の方法を考えましょう。でも、ここに住むという選択肢はありません。私は毅然とした態度でそう言い切った。義母は再び反論しようと口を開いたが言葉が出なかった。義妹の由美も義母に同調しようとしていたが、彼女の顔にも戸惑いが広がっていた。じゃあ、あんた、本当に出て行けって言うのか。
義母がついに声を震わせた。私の答えはすでに決まっていた。はい、あなたたちはここに住むことはできません。これ以上話しても同じことです。今すぐ出て行ってください。義母は怒りで顔を真っ赤にし、義妹も何かを言いかけたが、結局何も言わなかった。子供たちを抱えた義妹がゆっくりと立ち上がり、ため息をついて私を見た。わかったわ。出て行くわよ、お母さん。こんなところにいても仕方ないわ。ユミは義母の腕を引っ張りながら出口に向かって歩き出した。義母はそれでも反抗的な目を私に向けていたが、何も言わず、しぶしぶと玄関に向かって歩き始めた。修二、あんたはこの女に支配されているのよ。いつか後悔することになるわ。義母は最後にそう叫んで、玄関のドアを乱暴に開け、外に出て行った。義母たちが去った後、家の中は静寂に包まれた。修二はその場に立ち尽くし、何も言わずにうつむいていた。私は彼の顔を見つめたが、何も感じなかった。ただ、心の中には深い疲労感が残っていた。美咲、修二がようやく口を開いた。何？私は冷たく返事をした。ごめん、俺が間違ってたよ。家族のことばかり考えて、お前の気持ちを無視してた。修二の謝罪の言葉に少しだけ驚いた。しかし私はすぐに冷静さを取り戻し、その言葉に簡単に流されることはなかった。謝罪なんていらないわ。もう遅いのよ、修二。私はあなたがこんなにも私を軽んじているとは思わなかった。私は彼をまっすぐに見つめた。でも、俺は本当に。修二、あなたは私を尊重していなかった。今日のことは氷山の一角に過ぎないわね。今まであなたはお母さんや由美さんを優先して私をないがしろにしてきた。それに気づいてなかったの？私は冷静に、しかし確実に彼を責めた。修二は再び沈黙した。私の言葉が彼にとっては重く、返す言葉が見つからなかったのだろう。もう限界よ、修二。私はこれ以上、あなたと一緒に暮らすことはできない。なんだよ、それ。どういうことだ。修二の顔が青ざめ、動揺しているのが見て取れた。そうよ。離婚しましょう。あなたと私はもう終わりよ。私の言葉に修二はしばらく呆然と立ち尽くしていたが、やがてその場に崩れ落ちた。家の中に重苦しい沈黙が漂っている。修二はまだその場に座り込んだまま、まるで現実を受け入れることができないかのように頭を抱えていた。私もその場に立ち尽くし、心の中でこれまでの結婚生活を振り返っていた。離婚しましょうという言葉を口にした瞬間、何かが私の中で壊れたような気がしたが、それと同時に肩の荷が下りたような感覚もあった。修二との結婚生活は最初は確かに幸せだった。でもここ数年、彼は義母や義妹を優先し、私の存在を無視し続けてきた。私が家計を支えるために仕事を続けていることさえも、いつの間にか当然として扱われ、感謝の言葉さえ聞かなくなっていた。本当に離婚するつもりなのか？修二の声が小さく震えて聞こえた。彼はまだ私が本気で言っているとは思っていないようだった。ええ、本気よ。これ以上あなたと一緒に暮らすことはできない。私は冷静に答えた。そんな、急にそんなことを言われても。修二は呆然とした表情を浮かべていた。急にじゃないわよ、修二。ずっと我慢してきたの。
私が何度もあなたに頼んだのを覚えてる？お母さんたちが頻繁に来ること、そして何より私を無視して決定を下すこと。それを何度もやめてほしいって言ったわよね。でもあなたは何も変えなかった。修二は沈黙した。私の言葉が鋭く彼に突き刺さっているのがわかる。彼は顔を上げることもできず、ただうつむいていた。私はあなたの母親や妹を嫌っているわけじゃない。ただ家族だからって私を無視して彼女たちを優先するのは違う。結婚したのはあなたと私よ。私の家は私たち二人のもの。義母や由美たちが勝手に住むことなんて許されないの。私は冷たく、しかし真実を伝えるために一言一言を噛み締めるように話した。でも家族なんだから、助け合うのは当然じゃないか。修二がようやく顔を上げて言い返してきたが、その声には力がなかった。そうよ、助け合うのは大事。でも、それにはお互いの理解と同意が必要。それなのに、あなたは私に何も相談せずに、勝手に彼女たちを住まわせようとした。それは助け合いじゃないわ。むしろ、私を犠牲にしているだけ。修二は何も言い返せず、再びうつむいた。私は深呼吸をして次に進むべき話を切り出す準備をした。もう決めたの。私たち別れましょう。これ以上あなたと一緒に暮らしても私の心は壊れてしまうだけよ。美咲、待ってくれ。それだけは。修二が慌てて立ち上がり、私の腕を掴んだ。その手は震えていた。今更何を言っても無駄よ。私の心は決まっているわ。あなたが私を大事にしてくれなかったことで、もうあなたを信じることができないの。修二はその場に崩れ落ち、顔を両手で覆った。彼の肩が震えているのが見えたが、私にはもうそれを慰める気力はなかった。私が感じているのは、ただの虚しさと、これまでの年月が無駄だったという失望感だけだった。翌日、私は意を決して弁護士に連絡を取った。実はこれまでの夫婦関係の中で何度も限界を感じていたため、すでに何人かの弁護士に相談していたことがあるのだ。特に修二が義母や義妹に過剰に頼られ、それに無条件に応じていた頃から、私の心の中には離婚の二文字が浮かんでいた。弁護士とのやり取りを終えて電話を切った後、私は深く息をついた。心の中にはまだ不安が渦巻いていたが、それでも一歩ずつ前に進んでいるという実感があった。弁護士との話を終えた後、私は離婚の準備に取り掛かることに。財産分与や手続きに必要な書類を整理し、修二との今後の話し合いのための準備を整えた。その夜、修二はいつものように帰宅したが、その顔には疲労と不安が混じっていた。私がリビングで待っていると、彼は目を合わせることなくソファーに腰を下ろした。修二、話があるの。私は静かに切り出した。なんだよ。彼はうつむいたまま答えた。弁護士に相談したわ。もうすぐ離婚手続きに入るから、その話をしなきゃと思って。私が冷静に伝えると、修二は顔を上げ、驚いた表情を浮かべた。弁護士って、本気で離婚するつもりなのか？そうよ、もう決めたの。これ以上、一緒に暮らすのは無理よ。修二はしばらく黙り込んでいたが、やがて重い口を開いた。俺は、まだ離婚したくないんだ。でも、お前がそんなに言うなら、どうすればいいのかわからない。その言葉を聞いて、私は少し胸が痛んだ。修二の言葉には、どこか未練が感じられたからだ。しかし、私はすでに心の中で彼との関係を断ち切る決意をしていた。修二、あなたがどう思っているかは関係ないわ。私にとっては、もう限界なの。お互いに幸せになるためにも離婚は必要よ。
修士は再び沈黙し、私の言葉に何も言い返せなかった。修士との話し合いから数週間後、私たちの離婚は無事に成立した。離婚の手続きは思ったよりもスムーズに進み、私が望んでいた形で財産分与が完了した。修士も最初は抵抗したものの、最終的には私が提示した条件に同意せざるを得なかったようだ。彼にはそれ以上戦う余力も頼れる人間もいなかったのだ。修士が出て行ったあの日、私は再び自分の家に一人で立ち、深い安堵感に包まれた。これからは自分自身のために生きられる。誰にも縛られず、誰にも従わない自由が私の手の中にあった。離婚が成立した後、修士と元義家族の運命は急速に悪化していった。彼らがどのようにしてどん底に落ちていったのかは、数ヶ月後、友人を通して聞いた話だった。まず最初に転落したのは元義母のよし子だった。私たちが離婚したことで、修士は一人暮らしを始めたが、その生活はすぐに立ち行かなくなった。彼はこれまで私に家事や生活のすべてを任せていたため、自分一人では何もできなかったのだ。ちなみに彼は私があの時言った築60年のボロボロのアパートにまた住み始めたそうなのだが、住環境は劣悪だった。掃除もろくにせず、食事も外食やコンビニ弁当ばかり。健康状態はすぐに悪化し、仕事にも支障をきたすようになった。義母は修士の様子を見て焦った。彼女はすぐに自分の家に修士を呼び寄せ、一緒に住まわせようとしたが、数年前に義父が亡くなってからは年金と遺産で暮らしていたため、もともとよし子の家計も厳しかった。それだけでは修士と一緒に生活するには足りなかったのだ。さらに修士はもともと浪費癖があった。それは離婚後も相変わらずで、よし子の家計は急速に悪化。二人は次第に生活に困窮していったのだ。元義妹の由美もまた、不運から逃れることはできなかった。彼女は二人の子供を抱えながら経済的に苦しい生活を送っていたが、夫との関係も悪化し、ついには離婚。シングルマザーとなった彼女は実家に戻り、よし子と修士と一緒に住むことになったが、三世代が狭い家で共に暮らすことで、家族間のストレスはさらに増していった。元義母、元義妹、修士の三人が同じ家に住むようになったものの、生活は混乱そのものだった。由美の子供たちは家の中で走り回り、修士とよし子はそれに対して口うるさく叱責する。修士は家でのストレスがたまり、さらに食生活もままならず集中力も下がり、職場での評価も下がった。そして次第に仕事を任されなくなり、最終的に修士は会社を辞め無職になり、家で引きこもるようになったそうだ。修士働いてよ。このままじゃ家が崩壊するわ。よし子は何度もそう言って修士に働くように促したが、彼は黙ってテレビを見ているだけだった。母さんうるさいよ。どうせどこ行ったって、もう俺のことなんか誰も相手にしてくれないんだよ。彼は全てを諦め、家族を支える気力を失っているらしい。よし子と由美もまた次第にお互いに不満を抱き始め、家の中は口論が絶えなくなった。由美は母親の生活態度に苛立ち、よし子は娘に対してもっとしっかりしろと怒鳴りつける。ついには家族全員が疎遠となり、修士は一人引きこもり、よし子は年金が足りなくなり借金を背負い、由美は子供たちを抱えて苦しい生活を送ることになったそうだ。彼らはそれぞれ自らの行動が招いた結果に直面し、生活のどん底に落ちていった。友人から伝え聞いた話では、修士は最終的に借金まみれになり、家族も彼を見捨て、今ではどこかで孤独な生活を送っているという。由美もシングルマザーとしての厳しい現実に直面し、生活保護を受けながら必死に子供を育てているが、未来は暗いままだ。一方で私は離婚後、自分の人生を新たに切り開いていった。まず最初にしたことは家のリフォームだった。
修士との結婚生活をリセットするために私は家の内装を大幅に変え、明るくモダンな空間に生まれ変わらせた。以前は感じられなかった自分の家という感覚が今では心地よいものとして私を包んでいる。仕事も順調で、私は旅行代理店でのキャリアをさらに発展させ、新しいプロジェクトに携わるようになった。離婚後は仕事に打ち込み、同僚や友人との付き合いも大切にするようになった。仕事の成果が認められ、昇進の話も進んでいる。そして何よりも自由な時間が増えたことで、趣味や自己投資に時間を割くことができるようになった。ヨガやジョギングをはじめ、体を鍛えながら健康的な生活を送っている。友人たちと旅行に出かけたり、新しい趣味を見つけたり、独り身の生活を心から楽しむことができるようになった。修士と別れてからは心の重荷が一気に消えた。彼や義家族に振り回されることなく、自分自身のために時間とエネルギーを使うことができる。最初は不安もあったが、今では毎日が充実しており、未来への期待感で胸がいっぱいだ。ある日、友人たちとのディナーの席で、私は笑いながらこう言った。離婚して本当に良かった。あの時の決断がなければ、今の私の自由はなかったわね。友人たちも笑いながらうなずいた。美咲、あなたは今が一番輝いているよ。本当に自由で自分らしく生きてる。そう言われて、私は心から笑った。過去の辛い日々がまるで嘘のように感じられる。私は今確実に新しい人生を歩んでいる。そしてその人生は私自身の手で作り上げていくものだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。おうおう、大丈夫か？お見舞いに来てくれたの？ああ、まあ様子を見に来たって感じだな。それと紹介したい人もいるんだ。え？そう言って夫は若い女を病室に連れてきた。彼女と再婚するから。家事もできない役立たずは離婚だ。慰謝料も支払ってくれよな。そうやって高笑いをする夫。いいよ、はい、離婚届。私は保険として用意しておいた離婚届を夫に渡した。それから3日後、反狂乱状態の夫から鬼電がかかってきた。おい、一体どうなってるんだよ。私の名前は瑞穂、36歳の主婦だ。夫の翔平とは結婚して7年になる。私たちの出会いは仕事関係だった。当時私が担当していた取引先で働いていたのが夫だ。先方の会社の部長さんから夫を紹介されたことがきっかけで私たちは知り合った。それから何度か食事をしたりデートをしたりして距離が縮まっていき、私たちは付き合うことに。彼はとてもかっこよくて、だけど誠実で、私はそんな彼に惹かれていた。彼もまた私のことが気になっていたようで、彼から告白をされたのだ。それから順調に交際を続けていった私たち。交際を始めてから1年半ほどが経った頃、私たちは結婚することになった。ちょうど彼は課長に昇進をしたようで、これなら私を養えると思ってプロポーズをしてくれたそうだ。私は彼の気持ちが嬉しかった。仕事を頑張ることの理由の一つに、私と結婚するためというのが入っていたからだ。そんな一途な気持ちにさらに彼のことが好きになり、私は結婚を承諾した。そうして結婚することになった私たちは、すぐにお互いの親に挨拶をしに行った。特に問題はなく、お互いの親に結婚を認めてもらうことができ、両家の顔合わせをして結婚式を挙げた。私たちが結婚することになって、彼の上司であり、私の取引先の担当者でもある部長さんは、とても喜んでいた。部長さんはまさに私たちの恋のキューピッドだ。結婚式でもスピーチをしてくれて、本当に感謝をしている。その後、新婚旅行に行き、私たちは新婚生活を始めた。結婚したら家庭に入ってほしいと夫に言われていたので、私は仕事を辞めて専業主婦になった。それから家事をしっかりと頑張り、掃除に洗濯に料理と抜かりなく完璧にやった。その様子を見て夫も満足しているようだった。
毎日ピシッとしたシャツを着られて嬉しいな。お弁当もちゃんと作られているし、言うことないよ。そうやって夫が喜ぶ姿が見れて私も嬉しくなった。もっと頑張ろうって思えるし、実際レシピ本などを見てレパートリーを増やそうと思った。休みの日には二人で出かけたりして楽しく過ごした。そんな風に新婚生活はとても幸せだった。だが新婚生活が一番のピークだったと思う。結婚してから2年3年と経っていくにつれて、夫は私の家事が当たり前だと思うようになった。お帰りなさい。ああ、飯はできてるわよ。ビールはちゃんとキンキンに冷えてるか？ええ、ちゃんと30分前に冷凍庫に入れてるから。よし。夫は私が夫が気持ちよく過ごせるように細かい要望を完璧にこなさなければならなかった。ビールを飲むときにものすごく冷えている状態じゃないといけない。もちろんグラスも冷蔵庫で冷やしておかないといけない。そして料理は熱々が食べたいから皿に持っておくのではなく、帰ってくる頃に温めて席に着いたら熱々のものを出さなければいけなかった。ちょっとでもどれかができていないと夫はものすごく私に怒ってくる。最初はなんて面倒なと思ったが、人間慣れるもので最近はそれが自然になっている。結婚当初は私が料理を作っただけで感謝していたのに、数年も経つと料理が出てくるのは当たり前、シャツがピシッとなっているのは当たり前、私の家事は当たり前で、少しでも夫が気に食わないと感じたら説教を食らうという構図が出来上がっていた。結婚生活というのはみんなこうなのだろうか。本来なら夫婦というのは対等であるべきではないのだろうか。だが少しでも言い返そうものなら夫は顔を真っ赤にして怒る。そして決まり文句である誰のおかげで飯が食えていると思ってるんだと言ってくる。そんなことを言われてしまったら私はもう何も反論できないではないか。そのためおとなしくしてただ言う通りにするしかないのだった。正月もお盆も私は自分の実家には帰らせてもらえず、いつも義実家ばかり。幸い義両親は私に優しいので嫁いびりとかされることはなく、義実家も居心地はいいのだが、私だって自分の実家に帰って両親に会いたい。だが夫は私の実家には絶対に行こうとしないし、私だけで行くと言っても俺の飯はどうするんだよ、作り置きとかカップ麺とかは許さないぞと言って行かせてくれない。こんなの軽い監禁状態じゃないか。私はそんな風に思ったこともある。だから最近は夫が飲み会だと分かった瞬間に車を走らせて実家に顔を出すようにしている。そうやって隙間時間に会うことしかできないのだ。そして夫は最近やたらと残業を入れているから帰ってくるのが遅くなった。休日出勤までしているのでかなり仕事が忙しいらしい。そのためか機嫌が悪い時はものすごくひどい態度をとってくる。お前って本当に地味だよな。しかも子供も産めないし役立たずじゃないかよ。どうしてそんなひどいことを言うのよ。子供については私だけの責任じゃないでしょ。ああ、お前何言ってんだ。不倫ってのは女が原因に決まってるだろ。男の俺が不倫なわけないだろうがボケが。夫はそうやってどんどん口が悪くなっていった。どうして私がそんなことを言われなければならないのだろうか。そして夫は最終的にお前みたいなのと結婚して失敗したわというのだ。ええか、お前が俺と結婚できたのは奇跡なんだからな。部長がお前を紹介してきたから昇進のために断れなくて結婚しただけだ。そんなことまで言ってくる夫に私はもう愛想を尽かしていた。だが専業主婦だった私は今離婚したところでデメリットしかなかった。結婚してから働いていないので実質7年も社会から離れていることになる。そんな状態で再就職なんてできやしないだろう。だから私は夫からの理不尽な言葉の暴力に耐えるしかなかったのだ。でも果たしてこのまま我慢し続けられるのだろうか。正直精神的にはかなり辛い。そんな風に思っていた時、母から電話がかかってきた。もしもし、今大丈夫かしら。うん、お母さんどうしたの。ああ、翔平さんは近くにはいないわよね。うん、今日もどうせ飲みに行って2時くらいまでは帰ってこないから。そう、それならよかったわ。実はね、おばあちゃんが亡くなった際に残していた土地や山などがものすごい価値があることが分かってね、相続人はあなたになっているの。え？そうなの？
査定をしてもらったら5億にもなるみたいだから、あなたも自分のためを思うなら翔平さんと別れて新しい人生を始めたら。私たちはすでにおばあちゃんから現金を相続しているし、十分な資産があるから気にしなくていいし。母は私が夫と結婚生活を続けていることを心配に思っていた。まあそりゃ実家にすら好きに帰らせてくれない夫だもの、親は心配するだろう。そして私の懸念はお金についてだけだったので、いきなりそんな大金を手にすることになり、私の中で気持ちが固まった。よし、もう夫と別れてやろう。私はそう覚悟を決めた。だが夫に5億のことについて知られてはいけない。私は両親にも絶対に言わないようにしてほしいと念を押して、夫と離婚をする計画を立てた。いくら大金が手に入るとはいえ、全く働かないというのは不安だった。いきなり離婚を突きつけても夫は納得しないだろうし、そういう時に限って勘がいいから、私に大金が入ったんじゃないだろうかと疑うだろう。だから私はパートに出たいと夫に相談をすることにした。ああ、パート？うん。ダメダメ、お前は家事に専念しろ。家事は絶対に手を抜かないから。どうしていきなり働きたいとなんて言うんだよ。俺の稼ぎで十分に暮らせてるだろうが。そりゃそうだけど、でも貯金はそんなにできてないから、老後のための資金を貯めるって意味で働きたいの。ああ、まあいいか。俺も土曜はいつも会社にいるし、飯や風呂だけちゃんと用意すればいいぞ。本当？やった、ありがとう。私は思っていたよりもすんなりと要望が通って拍子抜けした。だがこれはありがたい。私が働いて収入を得ることができれば、離婚になっても問題ないと胸を張って言える。それから私はスーパーのバイトを始めた。実際7年間も社会と断絶された状態にあるのは不安でもあった。夫以外の人とちゃんとコミュニケーションを取りたかったのだ。実際に働き始めるとものすごく楽しくて、私は辛い結婚生活のいいストレス解消になると思った。一緒に働く主婦さんたちはみんな優しくていい人たちだし、仕事も丁寧に教えてくれる。みずほさんは飲み込みが早いから助かるわ。もうすっかり慣れてるものね。ありがとうございます。仕事で認めてもらえるのはこんなにも嬉しいものかと思った。そういえば会社員時代もこういう感覚はあったな。私はどうやらもともと仕事人間のようだ。仕事を再びし始めたことで毎日が楽しく思えている。そのため夫が何か理不尽なことを言ってきてもあまり気にならなくなった。するとある日、最近の私を見て夫がいきなりこんなことを言ってきた。お前男できただろ。はい？不倫してるだろって言ってんだよ。は？何言ってるのよ。だってお前最近いつも上機嫌じゃないか。俺の嫌味にだってあまり反応してこないし。嫌味を言っている自覚はあったのか。上機嫌なのは仕事が楽しいからよ。仕事が楽しい？スーパーのパートが楽しいってお前、嘘が下手にも程があるぞ。え？そんな仕事を誰が楽しいなんて思えるんだよ。ああ腹痛。夫はそう言ってお腹を押さえながら笑った。私は怒りでブチギレそうになったが、なんとか冷静に受け答えをした。私の職場ではみんな楽しそうに働いてるけど、やっぱり職場って一緒に働く人の雰囲気って大事だと思うし、みんなが楽しそうだから私も自然と仕事が楽しいって思えるんじゃないかしら。私がそう言うと夫は肩をすくめた。俺には分かんない世界だな。低賃金でこき使われて楽しいって雇う側からしたら都合のいい奴隷じゃないか。自分たちが意図で操られているっていうことに気づけないってのが残念だな。ま、それに気づけるだけの知能がないってことか。夫は何が何でも私をバカにしたいらしい。もう勝手に言ってればって感じだ。私は適当に聞き流して夫との離婚について準備を進めていった。それから3ヶ月ほどが経った。私はすっかりスーパーでの仕事にも慣れていた。そろそろ夫との離婚の準備も整え始めていたので、そろそろ行動に出ようと思った。私の作戦としては、日頃の夫のモラハラ言動が原因で離婚をしたいと申し出る。夫はきっとブチギレるだろう。そして一人で生きていけないだろうと私を経済的観点から引き止めると思う。だがこの数ヶ月、私はパートで稼いだお金をほとんど貯金しているので、その額を見せて一人でも生きていけると言ってやる。そして離婚するためにパートに出ていたと言ってやるのだ。
そうすれば夫は私に大金が入ったから離婚を決めたと疑うことはないだろう。むしろ初めから離婚するつもりでパートを始めたことに怒るはずだ。俺を騙してたのかとか言って感情的になるだろう。それで離婚に持ち込めれば完璧だ。私はできる限り何度もシミュレーションをしていた。だがそんな中で予想外の出来事が起きた。それは私がパートの仕事を終えて自転車で帰っていた時のこと。青信号になっていたので渡ったところ、ちょうど曲がってきた車と衝突してしまったのだ。私は宙に飛んで地面に落ちた。車はそこまでスピードを出していなかったから衝撃はそこまでなかったのだが、運転手の人が慌てて駆け寄ってきて救急車を呼んでくれた。意識はあったので大丈夫だと思ったのだが、途端に右足にものすごい激痛が走った。ほどなくして救急車が到着し、私は病院に運ばれた。治療や検査などを行った結果、私は右足を骨折していることが判明した。脳などには異常はなかったようで、とりあえずは安心したが、しばらくの間入院することになった。まさかこんなタイミングで入院をすることになるなんて。だが事故は私の責任ではないので仕方ない。必要なものは両親が取ってきてくれたし、入院中は夫の顔を見ずに済むからゆっくりできそうだ。まあでも入院している間に働けないのは職場の人に申し訳ない。それだけが気がかりだった。私は職場の人たちに謝罪の LINE を送った。するとみんな気にしなくていいと言って、むしろ私の事故の怪我を心配してくれて泣きそうになった。ちなみに夫に連絡をしたところ、電話では連絡がつかなくて LINE で報告したら了解というスタンプだけ届いた。もう呆れて物も言えなかった。別に期待していないしいいのだが。それから入院生活を過ごしていた私、気がつけば1ヶ月ほどが経っていた。どうやら状態はすごくいいそうで、リハビリも順調でもうすぐ退院できるらしい。もともと丈夫な骨をしているらしく、そんな頑丈な体に産んでくれた親には感謝だ。私は一応退院日を夫に LINE で連絡をしておいた。今回は既読だけついて返事はなかった。そして明日退院という時、夫がなんと病室にやってきた。おうおう、大丈夫か？私はまさか夫が病院に来るとは思わなかったのでびっくりした。珍しいこともあるものだ。もしかして明日は雪でも降るのかな。お見舞いに来てくれたの？ああ、まあ様子を見に来たって感じだな。それと紹介したい人もいるんだ。え？そう言って夫は若い女を病室に連れてきた。どうもこんにちは。夫が連れてきた女性は派手な格好をしていて、見た目は20代か10代後半くらいに見えた。誰なの？私はそうやって聞いた。俺の彼女だよ。え？彼女？なんと夫は自ら不倫をしていたことを自白したのだ。彼女とはキャバクラで出会ったんだけど、一目惚れしちゃってさ、それで付き合い始めたってわけ。彼女と再婚するから。翔ちゃん奪っちゃってごめんなさい。再婚ってことは？ああそうだよ。家事もできない役立たずは離婚だ。慰謝料も支払ってくれよな。そうやって高笑いをする夫、まさか自ら離婚を申し出てくるとは。いいよ、はい、離婚届。私は保険として用意しておいた離婚届を夫に渡した。夫は私が離婚届を用意していたことに驚いていた。いつの間に用意してたんだ？私だっていろいろと考えるところがあったのよ。ああ、まあちょうどいいから記入してやるよ。夫はそう言って離婚届を受け取って自分の箇所を記入した。ほらよ、退院ついでに出してこいよ。あ、でもちゃんと慰謝料はもらうからな。なんてったってお前は1ヶ月も家事をサボったんだからな。そうやって言って不倫相手と去っていった夫。やれやれと思いながらも記入済みの離婚届をゲットできてよかったと思った。翌日私は両親に来てもらい、退院の手続きを済ませて家に帰った。夫は仕事なので日中はいない。その隙に私は荷物を全部運び出して実家に帰った。もちろん離婚届は出している。そして実家でゆったりと過ごし、私は仕事に復帰する準備をした。それから3日後、半狂乱状態の夫から鬼電がかかってきた。もしもし、何のよ？おい、一体どうなってるんだよ。なんで内容証明が俺の職場に送られてきてるんだよ。しかも不倫による慰謝料請求って、慰謝料をもらうのは俺だろうが。そのように怒り狂っている夫、
あなた本気で言ってるの？不倫をしたんだから慰謝料を支払うのはあなた。それに私が家事をできなかったのは骨折して入院していたから。正当な理由があるんだから何も問題はないわ。でもあなたは問題だらけ。内容証明と一緒に不倫の証拠写真もできる限り送ったわ。え？ああ、あなたの部署宛に送ったから別の誰かが見てるかしら。え？ああ、それはダメです、部長。どうやらちょうど部長さんが受け取ったようだ。これはなんだね。君と見知らぬ女性がホテルには入ってるところじゃないか。君は不倫をしてるのか？あ、それは私が瑞穂さんという素晴らしい女性を紹介したのに彼女を裏切ったのか？はっきり喋ろ。電話はそこで切れてしまったが、その後で部長さんから連絡が来て謝罪をされたので、きっと元夫はこっぴどく叱られたのだろう。部長さんは今回のことを重く見ているようで、元夫を課長から降格処分にし、地方の肉体労働の部署に飛ばすことにしたそうだ。元夫はそれを受けて不倫相手に一緒に地方に行こうと言ったらしいが、あっさりと断られたそうだ。もともと金づるとしてしか見ていなかったのに、給料が下がってさらに地方に行くなんてありえないと言われたらしい。そして元夫は義両親からも見捨てられ、誰も頼ることができない状態で、現在は孤独に地方でヒーヒー言いながら肉体労働をしているそうだ。一方私は元夫が地方に飛ばされたことで無理に引っ越しをしたりする必要もなくなった。そのため資産として手に入れた5億は無理に使うことはせずに一部を投資に回して、利回りとスーパーの仕事で生活をしていくことにした。現在は実家で両親と暮らしているので、つつましい生活をしながらたまに海外旅行に行ったり高級旅館に泊まったりして、ご褒美的な感じで年に数回ほどの贅沢を楽しむことにした。恋愛については焦る必要もないので、自分の趣味などを増やしながら、まずは一人でも楽しく充実した人生を生きられるようにしようと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。